シンが食いつきそうな話題。え、それこそシンって中学やってるもんな。そうやね、あの全国大会で、あのあれやな、世界大会かけたやつやんな。世界大会決勝で 6-0 で負けるっていう全国大会の決勝で世界大会行く切符がかかってんすよ。めっちゃ大事なんすけど、準決勝俺らめちゃくちゃいい試合して 2-1 で広島に勝ったんやな。俺は見てた。でめっちゃ熱い試合やって、やっぱ決勝行くぞっつったら気づいたら6点入ってて、決勝じゃない。俺はもうびっくりした。終わったら 6-0 だったもんな。あと前半 1-0 だよ、いけるみたいな、うん、いや俺らもちょっとやばいなと思ってて、俺らもうめっちゃその逆転したから、俺ら後半のコンサみたいになってたから、あ、これいけるなみたいな。でフォーメーション変えて気づいたら5点ぶち込まれた。その後6-0。その時もやってんもんな。なんやかんややってんねんな。じゃあそうね、それこそ、そうそうそう、去年、去年だね。去年のマジこの時期ぐらいに練習生として来たんですよサンガの練習行くってなって、あ、じゃあ福岡新平いるやんってなって、それこそそのロッカーでパッてやって、練習生みたいな感じで言われていや、なんか俺も何同い年なのに、あ、そうですとか言っちゃってそうあったな、懐かしい。俺も予想しかったよな。いやマジ全然喋ってくれへんかったもん、びっくりするぐらい。今こんな感じでやっと来てくれた感じ、心開いてくれた。まだまだやね、まだまだ。それこそ何してるの、オフの日だって寮やん。まあ、俺らも寮じゃないからさ、あ、ほぼ会わへんやん、オフの日は。そうね。で、まあ雄大と一緒やん。うん、何してんの。雄大でも基本的に家帰っちゃうから、神戸実家に。うん、あ、もう帰っちゃうから。一人やん。じゃあマジ一人。何してんの。いや、車来て、うん、あ、まあ、どっか行けるかなって思ったけど、なんかもう乗る車も乗る気になんないから、ゆっくり寝てちょっと体動かしに来て。ああ、ここに。うん、プロフェッショナルやん。で帰ってちょっと体動かしたらどっか行きたいってなるやん。うん、あ、ちょっとご飯だけ食べて帰ってきて映画見て終わり。誘ってよ。いや、誘えないっすよ。誘えよ絶対誘え。やっと。じゃあ誘って何したい、一緒に。ヒント、うん、いっぱいしたいで。え、何？キャンプ。あ、キャンプはやりたいな。キャンプしたい。個人的な話なんだけど、俺サッカー引退したらこうまあそういう離島とか、うん、山にこもりたくてあ、まあ、そう。だから最近そう YouTube とかない、うん、そういうのでサバイバル術みたいなのなんか見ててナイフでこうやってやったり、そうそう、とか、あ、この木は火がつきやすいんだとかやってんの。だからちょっとそういうのはキャンプとかすごく好きというか。キャンプやりたい、うん、でもやったことは。え、それこそ北海道いいやん、うん、めっちゃいいんじゃん。そういうのばっかり、川とかあるし。いや、うん、引退したらもう北海道の森行ける。いや、熊、そうや、熊出れん。キャンプそこ危ない。熊との戦い方も知ってる。いや、お前めちゃくちゃ見てるやん戦ってる YouTube いるもん。 YouTuber ってから戦い方を伝授してる人がいたからすごいな。それこそ俺北海道遊びに行きたいな。なんかおすすめないの。小樽。え、夏か冬やったらどっちがいい。夏は別になんか普通やで。いや、もうこっち来て思うやろ、京都バリ暑いやろ。確かに。だってこの、え、これが北海道のあの真夏ぐらい。ああ、これが、うん、最高やな京都。これ全然まだまだ序の口、まだまだ序の口、やっと本気出してきたなぐらい。確かに。5月やで。またこっから梅雨だもんね。梅雨の時期は何、6月ですけど、何がある日。6月は何がある日、うん、6月といえば弟の誕生日。俺の誕生日や。あ、そうや、俺の。え、26やんな。7じゃお前細かく外していくやん。くそー。しかも誕生日ね。何か欲しいもんある。まあまあ、キャンプグッズ全部揃えてほしいな。うわぁ、あ、二人で揃えてくれる。新平のになるやん。せいで、それが嫌だな、なんかせいで。そしたら一人で勝手に行くやん。せいで。それは誘うやん。それは一人でキャンプはせんやん。でも全然一人でキャンプしたい。うせやろお前。
え、それこそ雄大誕生日終わったやん。うん、みんな、雄大何あげたん？メガネ。あ、サングラスな。うん、サングラス。で、次が俺やろ？うん。その次がシン。そうね。うん。待ってんで、いいの。何欲しい、何欲しい。え、何月やっけ、シン。じゃあ当てろ。9月。はい。9月？はい。14。いやー、惜しい。9月4。全然惜しいね。なんで10足したん？9月4。うん。何欲しい？結構ガチなやつでいい？結構ガチなやつでいい？結構ガチなやつでいい？掃除機。掃除機？うん。ガチやった。実用的すぎた。あのね、量でさ、うん、使ってるんだけど。量あるやん、掃除機。お前でもあれ、本当に、なんていうの？これぐらいでかいんだよ、その。知ってるよ。タンクが。知ってるよ。で、この、これ？うん。先の方もなんか。うん、バカでかいな。変に斜めってるから。量いましたから。そうだから、いい掃除機欲しいなと思って。そうやったら俺もう毎日やりたいもん。ダイソン。うん。お前のもんになっちゃうやん。それはいいやろ。別にええか。それはお前も使うんかい。いやいや、量の量に買ってあげてる。いやでも俺欲しい。まあ一人暮らし始まるかもしれんしな。そう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 。マジで毎日飯来たし、昼も夜も。なんかお兄ちゃん気質なんですよね、ちょっと。なんかお前は記憶にね。え、なんで？